日本維新の会の三木圭でございます。本日は参考人質疑に、梶田先生、滝本委員長、佐久間先生ご出席くださいまして、ご意見陳述いただきまして本当にありがとうございます。まず最初に今回の免許制度は発展的解消ということなんですけれども、もともとこの制度が作られたということは何らかの教員の方々に研修を受けていただき、子どもたちにより良い教育を受けてもらう、また子どもたちにとってより良い学校生活の環境を整えるために必要と判断されたからなのだろうと推測をしているわけでございますけれども、本当に必要な研修を教員の方々に受けていただけたのかというと、結果は更新のために受けざるを得なかった、教員の方の休暇がなくなった、現場で役立つものはなかったという側面もあったのだろうということを、今日 の、 先生方のご意見聞いていて非常に強く感じたところでございます。そこで今回の更新制度の発展的解消と新たな学びの姿ということに関しまして、質問をさせていただきたいと思います。まず梶田先生にご質問させていただきたいと思います。今後ですね、研修を教員の方が受けられて、この更新免許制度が、される前もですね、ずっと教師の方々研修を受けておられたと思うんですけれども、結局私の受け止めとしては、今までその更新免許制度が導入される前までに、いろいろな校内研修であったり校外研修であったり受けてこられたもの、そういったものの制度に逆に言うと戻すというか、元のところに戻っていって、それは記録集積していくんだというように受け止めさせていただいているんですけれども、それがですね、記録を集積しなければならなくなったということで、新たな仕組み作りが今回の法案なのかなというふうに理解をしているんですが、その新たな仕組みが新たな負担につながってしまうのではないのかなという懸念を少ししているんですけれども、梶田先生の方はそちらに関してはどのようにお考えでしょうか。ご意見をお伺いしたいと思います。梶田参考人。免許更新制はですね、当初は指導力不足教員対応とかいうことがのみがクローズアップされましたけれども、そういうことだけではなくてですね、やっぱり教職の質保証であると、つまり免許の質を保証するんだと、免許が永遠に有効であると、そうではなくて10年に一遍リニューアル、更新講習によってリニューアルすることによって質ってものを社会的に証明するんだと、そういう側面があったんだと思うんですね。だから今回、その部分がなくなるわけですね。なくなりますが、ただですね、なくなるからこそこの新しいその仕組み、新しい学びの姿を作ろうという面でもあるわけですね。つまり教職全体としてですね、国民に対して教員というのは、日本の教員というのは一定の質があるんだということをやっぱり見せなければいけない、証明しなければいけないということだと思うんですね。それが新しい学びの姿の基本中の基本であるということだと思います。負担の問題ですけれども、私自身もですね、お二人がご指摘されたように、やっぱり負担というかな、働き方改革は絶対必要だと思ってます。増やせるもんならもうぜひ教員を増やしていただきたい。給特を廃止してですね、残業手当をちゃんと出していただきたい。付属学校をやっておりますが、付属学校給特法適用されませんので、毎日ヒヤヒヤしてます、正直言って。だから そういう状況でマスコミでも報道されましたように、だから我々は払いますが、ただ業務量も同時に削減しなきゃいけません、そういうことを努めています。いずれにしろですね、とにかく教員の待遇と量的拡大は私も切にお願いはしたいと思います。で、そういうことができれば一番いいんですが、ただですね、当面の負担ということから言うと、研修はですね、基本中の基本が自ら学ぶものですんで、教師は専門職ですんで、自ら学ばないといけない、やらされるものではないということですね。その やらされるというのは、更新講習はちょっとそういう側面が強かったということで、なくなったということは、これはいいことなわけですよね。で、それでですね、なんて言いましょう、これね、あえて申し上げますけど、やりたい先生にとってはそんなに苦痛じゃないですよ。忙しくても勉強します、間違いないです、これ。皆さんもそうだと思うんですけども。
結局ですね、その全体の質保証をしなければいけないから新しい学びの姿という仕組みを作らなきゃいけないわけで、その中で研修を受けてない方には、要するに期待する水準にない方にはちゃんとそれなりのある意味強制力を持たせるとか、そういうことをしなきゃいけないということになってくるんだということになります。だから なんて言いますかね、その負担ということについては、まずは自らが学ぶんだと思っているとって人にとってどうかということを考えないといけないということだと思います。それともう一つはですね、オンライン等によるものが増えますので、移動の必要がなくなります。で、オンラインのスキルは大学なんかではかなり上がってます。オンラインの授業のスキルは。ですから結構そんなにですね、ストレスを感じにオンラインで受けるということが出てきますので、なんて言いますかね、その負担の問題はありますけれども、そういう改善も図られるということはあり得るというふうに思っております。三木圭君。ありがとうございます。もう一点梶沙先生にお伺いしたいと思います。先ほど神田委員のご質問の中で、梶沙先生がおっしゃっていた、履歴システム、こういったものを全国的なものにぜひプラットフォームとして整えていっていただいて、全国的なものにプラットフォームを整えていくべきだというご意見がお伺いいたしました。この履歴システムにつきまして、それはどの範囲で見えるようにするべきなのか、学校の先生方だけで共有するものなのか、それでもですね、一般人の私のような人間がですね、履歴システムにこうアクセスをして誰でもが見れるようにするべきものなのか、梶沙先生のご意見をお伺いしたいと思います。梶沙参考人。履歴システムをこう参照できるものの範囲ということだと思いますが、これは当然ある意味やっぱり秘密条項でもあるし、一般的に公開されるべきものではないと思います。ID が付与されるんじゃないかと思っています。審議のまとめの中では ID パスワードはどの範囲になるかはこれから教職員支援機構文科省で詰められると思いますが、教育委員会の担当者とか校長あるいは当人ですね、そういう範囲で、アクセスできるというものになるんだろうと思います。セキュリティはしっかりやらなきゃいけないんだと思います。はい。三木圭君。ありがとうございます。参考にさせていただきます。それでは次の質問に移りたいと思います。次の質問は滝本参考人にご質問させていただきたいと思います。研修を受けたから資質が向上する、それはイコールではない、時間的余裕もございませんし、研修を受けることが評価につながるものではないというご意見をお伺いをいたしました。一生懸命されている先生、もちろん大多数の先生がそうだと思うのですけれども、こういった制度が導入された背景にはやはり一部、先生として適性が あるのかどうなのかということが疑われるような先生がいらっしゃったということが背景にあったのかなと私は想像しているんですけれども、教員の評価というものは、研修イコールが評価にならない、人事評価、教頭先生、校長先生が人事評価をされているわけでございますけれども、誰がどのように、その人事評価だけでは足りないということで免許更新制度になったと思っていますが、この教員の評価っていうものはものすごく難しいものだと思うんですけれども、これ見える化っていうのは何か方法で可能だと思われていらっしゃいますか。滝本参考人。私は一点、例えば私の中で意見陳述の中でも言わせていただきましたけれども、基本教員って日常的に研修をするような仕組みになっていると思います。それは例えば、校内研修というのがあります。校内研修をそしたら誰がやらないって話にはならないんですよね。でその校内研修のテーマもその年ごとにさまざま、例えば教科指導に関わること、新しい学習指導要領 のトピックに関わること、そういうのをさまざま学校で、テーマとして掲げて、それを全体の教員で研修に取り組むということを考えたときに、その研修を受けたがらないということがシステム的にほとんどないんだろうというふうに、そういった意味で日常的に教員は研修を受けているというふうに意見を言わせていただいたつもりです。また一方で、その資質としてどうなんだろうかというお話ですが、それは制度的に指導改善研修っていうのがもう法律の中に組み込まれているわけですね。
だからそれがあるにもかかわらず、あえて免許更新制で、その必要っていうことについては、私はなかなか理解しがたいと思います。さらには、免許更新制が導入される前に、すでに教徒法が改正されて、教徒法が改正されて、10年目研修が入っていたわけです。10年経った段階で、それぞれ研修を受けなさいと。それが入った上で、さらに屋上区のように教員免許更新制が入ったんだというふうに現場を受け止めます。そういったことを考えると、まず免許更新制が廃止されるのは当然のことであろう。また、人事評価とこの免許の更新とか研修というのは、先ほども言いましたけれども、そもそも目的が違うんだろうと思っています。研修はそれぞれ自分の専門性をより伸ばすためにやることですし、評価というのは、この1年間の中でどれだけ自分が努力して実績をしてきたかということをするものです。で、人事評価自体もそもそも年度当初に管理職と面談をしながら、今年どんな目標を、どんなことをやりたいかということで目標を立て、で、1年が経った段階でそれがどこまで達成されたか、そういうことで評価がされるんで、全くシステムも目的も違うんで、そこは誤解をされないようにしていただけたらというふうに思います。以上です。三木圭君。はい、すみません、私の質問の仕方が悪かったのかなと思います。研修イコール評価ではないということが、今滝本参考人の方から意見陳述の方でも出てきたので、それでだったら、その研修以外で何かその見える化ということができるのかと、何かそういう点がありますでしょうかという質問だったので、すみません。でも人事評価の中で、そういった教頭先生、校長先生が人事評価をしていくと、今までのシステムと変わらないシステムの中でしか、やっぱりその人事評価というのは行われないものなのだというふうに理解をさせていただきました。ありがとうございます。それでは佐久間参考人、佐久間先生にお伺いをさせていただきたいと思います。非常に教員の名誉というか、誇りというか、そういったものをやっぱり作っていかなければいけない、それを支えていかなければならないということ、ご意見で、非常に参考にさせていただけたんですけれども、まず待遇を上げることということで、免許更新制度も廃止してほしいということがあったと思うんですが、それでもですね、やはり良い先生と、やっぱり、この先生は、不適格じゃないかと思われるような先生が出てくる場合っていうこともあると思うんですね。そういった場合に、佐久間先生の方で、そういった言葉は悪いんですけれども、見分けるというか、それも先ほどの滝本参考人にお伺いしたこととかぶる内容でございますけれども、そういった、一生懸命ではない先生というものも、いう方も出てこられる可能性も、それは否定できないと思うので、それをどういうふうに見分けたらいいかというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。佐久間参考人。ご質問ありがとうございます。教員の質を向上させるため の、 その研修システムの問題と、それから仕事上何らかの問題を起こしたりして、その処分の対象になる先生の問題とは分けて考えるべきだというのが私の考えでございます。つまり研修制度と処分制度は別であって、で特に今回の教員免許更新制度は免許制度によって処分しようという、そもそもその発想自体が不適切だったというのが私の意見でございます。ですので今回の廃止によってすっきりと、免許制度質を認定する制度と、それとは別に処分をするべき先生には厳正に処分をしていただく、わいせつ行為を働く先生なんて本当に教壇に立っていてもらっては、私も子供を持つ親なんですけれども本当に困りますので、そういった先生方には厳しく対処する、その別の処分制度を別途作るべきだというふうに考えます。ですので先ほど来出ていますような、人事評価の問題と、先生方が主体的意欲的に学ぶための、研修を支援する問題とは分けて考えるというのが私の、考えになります。すいません、以上です。三木圭君。お三方の参考人の先生方にいろいろとご意見を賜り、非常に参考になりました。今後の質疑に励んでまいりたいと思います。ありがとうございました。
次に山